生き方に迷い立ち止まった時にこの歌が届くように。さあ、私自身約3年ぶりですかね、サードステージさん、さあ2回目でございます。前回は35周年の時に初めて出させていただきましたが、本当ね、クオリティ高かったので今回楽しみです。さあ、これからやっていきます。皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。ただいま2019年12月21日土曜日、サタデーナイトですね。時刻夜の11時30分回っております。まあ、先週のモームスの握手会からの帰りよりか楽ですけども、実は今夜スターズレビューの大分公演に行ってまいりました。じゃじゃん、こちらですね、裏面でしたね。昨年の6月にリリースされましたスターダストレビューのニューアルバム還暦少年、このアルバムを引っ提げたツアーが、まあ、1年以上にわたって行われておりますが、全81公演のうち78公演目がこの九州大分で開催されました。いや、もうメンバーの皆さんみんな還暦を迎えられてもなおパワフルで元気ですよ。これはね、本当素晴らしいなと今日私ライブ行って思いました。まあ大分にはですね、ちょうど3年ぶりぐらいです。で、前回35周年ツアーの時に大分グランシアターにお越しくださいまして、今回も大分グランシアターです。実は私もその3年前のグランシアターの35周年の時が初めてのスターダストレビューさんのコンサート参加させていただきました。もうね、演奏も歌も、で、MC とかも見せ方も素晴らしいですね、やっぱ。で、メンバーの皆さんも大分ではもう26回目で、グランシアターが11回目というぐらい、非常にですね、たくさんお越しいただいておりますし、大分が気に入っていらっしゃるそうですね。本当にありがとうございます。まあ、今回はですね、この、今回の還暦少年の大分ツアーについて、まあ、紹介できる範囲でご紹介をしますし、また、まあ、スタレビとのですね、私との、まあ、出会いなり思い出なども、まあ、簡単にですね、語りたいと思いますので、皆さん、お付き合いよろしくお願いいたします。私がまあスターダストレビューさん、スタレビューさんを初めて知ったのは小学校5、6年生の時ですね。1997年、8年ぐらい、今からもう20年ほど前です。まあそれこそライブツアーのですね、 CM で知りました。まあ大体大分で流れる時はですね、今夜時きっとが流れます。今夜だけきっと、これカラオケで歌うとね、まあキープラス4、多分1オクターブ上なんでしょうけどもね、かなり難しいですけども、先週モームスの握手会前に歌ってまいりましたが、元気できました。半年ぶりのカラオケで元気燃え尽きました。チラッとだけ紹介します、どうぞ。悲しいの明日なれば どうでしたか。大変お見苦しい点があってことをお詫び申し上げます。それ以降もですね、こうスターダストレビューさんはもう大分によくお越しくださって、まあ CM ソングで言いますと、まああとは何やってんだろうとかもありましたし、あのアカペラバージョンのシュガーお年頃デビューソングですね、そして Find My Way もございました。まあ、Find My Way という曲はですね、まあ、2004年の熱闘甲子園の挿入歌に使われました。ダルビッシュ有投手の時ですね。なぜ詳しくかというと、私がまさにダルビッシュ選手と同じ年です。噛んでったりませんけども。ですから、まあそういう中でスターダストレビューさんというのは、まあ、ちょくちょくまあ私の記憶の中にあっていたんですね。これはまあ、小学校時代のリンと同じなんですね。まあそこまでこう、どっぷりとしたファンではなかったですが、たびたび曲聴いては、あ、いい曲だなっていうことで、いいバンドだなというふうな印象は常に持っておりました。実際にスターダストレビューさんの本当にまあファンというかですね、こうライブなど行くようになったのは社会人になってから、まあ、というか本当ごく最近なんですよ。まあ、一番好きな曲がトワイライトアベニューという曲でございます。まあこのちょっと切ない
恋の歌でございますけども、まああのスターダストレビューさんってすごいなと思うのが、あのまあこのトワイライトアビニューもそうですし、先ほどご紹介した今夜だけきっともそうですし、そしてあの木蓮と涙って非常に有名な曲ございますね。これもお別れの曲ね、パートナーを失った悲しみの曲なんですが、まあこれあのまあ木蓮の涙とトワイライトアビニューって、まあ、アカペラやですねアコースティックバージョンが有名ですけども、まあ、私は最初その2つですね、どちらもそのアカペラやアコースティックバージョンが、まあ、メインだと思ってました。しかしこう調べていくと、まあ、ライブに行ったり、まあ、YouTube 見ていたりすると、それぞれ実はオリジナルのバンドスタイルがございます。結構ねアップテンポなんですよ。今夜だけきっともそうなんですけども、このようになんかこう本当悲しくて切ない曲をあえてこうちょっとアップテンポ調に歌うっていうところがスタレビさんのすごいところですね。まあ正直なところ、まあ、トワイライトアビニューと木蓮の涙は私はオリジナルバンドスタイルの方が好きです。このアコースティックバージョンやアカペラバージョンというのはなんか本当に悲しくなりますし、ちょっと地味な感じがするんですが、どちらかといえばアップテンポなバンドのスタイルの方が私は好きですし、こうどんどん何回も聴いてられるっていう、まあ、あくまでも個人の主観ですけれども、私はオリジナルバンドが好きです。まあ、ちなみに一番好きな曲、トワイライトアベニューでございますが、まあ、カラオケでもよく歌います。で、先週もですね、福岡でモームスの握手会前に歌いました。先ほどご紹介した、今夜だけきっとの前に歌っております。ただ、半年ぶりのカラオケで、キーが合わないんですよ。まあ、キー、標準というか、原曲よりかマイナス3が標準なんですか、それで歌ってるんですけど、ちょっと上ずっていますんで、まあお蔵入りではございますが、今回特別に出だしの部分だけご紹介いたします。確保してください。どうぞ。あなたにときめくことのいかがでしたか。お詫びをいたします。お聞き苦しい点があったことをお詫びいたします。まあけど本当スタレビさんの曲はですね、本当いい曲ばかりですので、ぜひ皆さんも聴いてくださいと。まあライブに3年前に行き出して、その後ですね、あのまあボーカルの根本かなめさんはご出身が埼玉県行田市でございます。実は昨年の夏2018年の7月に、まあ私続100名城のですね巡りで実は行田市行っております。で推し城に行きました。その時も実はですね、まあその時の旅行動画がですね、まあスターダストレビューさん、根本かなめさんのこうインスパイアした作品でございますが、まあ、もしよろしければ、このね、再生リストのとこもしくはこう下につけておりますので、ご覧ください。もう先にお詫びいたします。お見苦しい動画でございます。大変申し訳ございません。いよいよ今夜のですね、還暦少年大分公演の模様でございますが、まずツアーがまだ続いているため、セットリストは、詳細にはご紹介しませんが、どうしても気になる方、最後の最後に画像を載せますので、セトリの画像をご覧ください。まあ、正直なところ、私もあまり知らない曲が多くてですね、語れないというのもございます。ただ、まあ一つ言えるのは当たり前ですけども、今回のこの還暦少年というアルバムからはですね、もうまんべんなく曲は披露されるということだけはお伝えをいたします。そしてもうすごいですね、約3時間半ありまして、5時半始まりの終わりが9時前でした。前回35周年の時が3時間でも長いって言われてましたけど、今回まさかの3時間半ですね、しかもメンバーの皆さん還暦なのにもう過ぎてどんどん元気になっていく、これ本当すごいなと思いました。3時間半もで、明日翌日はですね、もう宮崎県都城市大分市から多分 4,5 時間ぐらいかかる遠いところで移動されるんですね。でまたツアーされるのに元気がある、これ素晴らしいですね。まあ3時間半ありますが、途中あのトイレ休憩と題して、まあ、20分ほど休憩時間あります。ただその間もメンバーはずっとこうグッズ紹介であるとかいろいろ企画もののトークをしてて休みないんですよ。これやっぱスタレビの皆さんほんとすごい、あのもう半端ないって感じですよ。この体力オーバー、モンスター体力オーバーですけども、そしてあの根本かなめさんのボーカルの声、声量相当出ますね。うわーってあの長い距離であの声出ますよね。あのまあね、
まあ、根本さんよりかもうちょっと上、もう10個上になって、例えば、あの、布施明さんとか、小田清彦さんとかも、ほんと声量お化けっていうぐらい、って声が伸びますよね。もう、あれを放出させますね。まあ、余談ですけど、布施明さんといえばですね、今日、そのコンサートツアーで行った温泉で、あの、Joy to the World って言って、あの、クリスマスの曲、縦の流れでちょっと吹き出しそうになりましたね。まあ、布施明イコールオリビア8世というのは、まあ、30過ぎてうちの親父から習いました。本当に素晴らしいところというのが、まあ、一つは先ほど申し上げましたが、体力的にですね、声量も素晴らしいこと、二つ目が歌唱力と演奏力がピカイチですね。もう根本さんもそうでしたが、やっぱコーラスがやっぱ素晴らしいですよね、スタイラビーの皆さん。でなんでこうアカペラとかコーラスし始めたのかっていうと、まあ、前回ツアー曰く、かなめさんはその仮に楽器が弾けなくても楽器が下手でもじゃあ楽器できなかった代わりに声で勝負しようということで始めたらしいんですが、もうピカイチですし、やっぱ楽器もやっぱ上手いですね。こうアップテンポの曲もバラードの曲もですね、もう迫力あって聞き入ります。3つ目ですが、セットがすごいんですよ。もう前回35周年記念もそうでしたし、まあ、スタラビさんのセットはほんと凝ってますし、まあ、ヒントはですね、このアルバムのジャケットが結構テーマになるんですけども、特に今回すごいなと思ったのが照明さんですね。ほんと、まあ、これはもうディーンにしろモームスにしろですね、ほんとこの照明さんの力ってすごいなと思いますね。このフレーズのところでこうピタッピンポイントね、スポットライト当てたり色を変化させたりというのはですね、これ綿密な打ち合わせとかすり合わせとかイメージさせてるんですね。これは本当素晴らしいなと思いました。4つ目がビデオを使った表現をされているところは素晴らしいですね。まあ私も動画が好きでですね、こういうふうにアピールしてますけども、結構スタレビさんの場合リアルタイムでビデオを撮ってモニター映して会場を見せたり、もしくはこう歌詞を紹介するなどですね、もう本当このいろんな方法を使って演奏も声も使って、そしてパンとビデオを見せる、この表現も素晴らしいですね。こう、まあ、曲が知らなくてもいろいろ楽しめるなというふうに思いました。そして最後5つ目でございますが、なんといってもトークですよ。 MC、 あのウィキペディアにはですね、昔噛んじゃったね、とにかくまあさだまさしさんとスターダストレビューさんは、まあコンサートはもう歌よりもトークを聞けというぐらい本当面白いんですね。もう根本さん、かなめさんは本当落語家の話家みたいで、早口なんですけどよく聞き取れていて、テンポよくて面白いですね。もう私も本当早口で滑舌悪いですから、もうかなめさん見習いたいですね。このね、緻密なトークは本当面白いですし、アドリブ力もあれば計算力もあるようなね、そんなトークできる人に私はなりたい。まあ最後にですね、今回のまあライブの大まかな感想でございますが、実を言うと、まあ今までいろんなねアーティストの、ライブコンサート行ってまいりましたが、初めてですね、最後ちょっとまあ涙を流してしまいました。というのがですね、まあ最後セットリーが気になる方画像で見せますけども、今回のまあスザーの最後の最後の曲というのが本当素晴らしいですし、まあそれにあたってのかなめさんのコメント、この曲に込めた思いというのがですね、聞いた瞬間もジーンときました。こう、まあ、かなめさん60歳で、私はまあ30過ぎなんですけども、もうお父さんのような立場からですね、教えていただく、こう、ある意味、メッセージをいただいたような気がしますね。まあ、その、まあ、最後のところ、トーク、要約して言いますと、まあ、結構、かなめさんね、こう、励ましの言葉もあれば、こう、悩み相談もあるそうなんですね。まあ、その悩みについてなんですけども、その、30歳の頃、若い頃っていうのは、なんか好きな曲聴いて、よし、元気出して頑張ってこうって、前向いて言ってたんですね。ところが、50、60となると、そうはいかないと。なんでかっていうと、もうその年になると、背負ってるものが違うんだと。いろんなものを背負ってるんだと。家庭でもそうですし、仕事もそうですし、ね、いろんな付き合いもあってですね、親の介護などもあるかもしれない。そういう中で元気だし、よし頑張っていこうっていうのはもう正直難しいと。で、まあ大事なのは、なんで自分だけがこんな苦しいんだとか思わないことだそうです。立ち止まって、なんで
俺たちは、まあ、こういう人生なんだろうというか、まあ、こういう人生なんだな、俺たちはというように、複数形に置き換えるといいそうなんですね。そうすると、実は、周りも、同じことをね、親父の悩みを持っている人がいるんだって。自分だけじゃないと、それを知るだけで、なんで自分だけがって思うんじゃなくて、まあ、こういうもんだよな、俺たちはって考えられるようになった方が、楽になるかもしれない。まあ、そういう意味の歌をね、最後にボンチ聞いて、はぁ、この本当コンサート行って、まあ、いつもですね、大体もうコンサート行くと私も元気をもらっていく、まあ若いというのもあるんですけども、今日はなんか一つ、まあそうではないというか、本当に人生の先輩からこう人生のまあ考え方の教訓を教えていただいたなという気がして、本当ジーンとちょっと込み上げてくるものがありました。本当ですね、まあ正直曲はなかなか知らなかったんですけども、今回のこの本当ライブを参加してよかったなと本当に思います。で、まあ、還暦少年もですね、まあ、車の中、帰りの中でまた聞きましたけども、このコンサートで、この曲の意味はこうなんだって、かなみさんが丁寧に教えてくださるので、イメージがわかりますし、本当、わかりやすい説明ですし、それを踏まえて聞くと、本当すんなり、あ、やっぱこの曲ってこういうことを歌ってるんだとか、いい曲だなっていうふうに思いました。やっぱり、まあ、綺麗事かもしれませんけど、音楽の力って本当すごいなと思いました。ね、人生を教えてくださるという意味はあながち間違いじゃないなと思いました。だから本当まあいろいろと、まあ D も言ってますし、先月はモームスライブ行きました。で、この来年年明けて2月はスコスペラーズさんと、それで D の皆さんにまたお会いしますけど、やっぱこういう行ける時にですね、参加できる時にいろんな歌とか音楽、文化、そして人に触れ合って、こうなんか自分なりにこう、ね、元気でもいいですし、そういう今日みたいなこう、まあ、年取ったらこういうこともあるんだよっていう教訓をねいただくっていうのも本当こうなんかお土産がね本当できればいいなというふうに思っております。まあ、そういう意味で皆さんもですね、まあいろいろといろんな目的でコンサート行かれると思いますが、まあこういうふうなですね、何か元気なりですね、学びなりがあれば本当いいなというふうに私は願っております。さあ、ということでですね、もうまたまた長く語ってしまいましたけども、本当スタレビの皆さん、今回本当にありがとうございました。スタレビさんのですね、ライブっていうのは本当、まあ途中でトイレ休憩もね、入れてくれますし、そして最後にまあ大塚製薬さんプレゼンツで今回もですね、クリスタルゲーザーの水をいただきました。大塚製薬様もありがとうございました。こういうですね、本当、音楽、ノーミュージック、ノーライフと言いますけども、ね、本当にいい経験をさせていただきました。ね、皆様もぜひいろんなまた音楽に触れていただければと思います。そしてまあ私もですね、いろいろとまた音楽のこととか、まあいろんな自分の体験をですね、またまあ皆様に紹介して、まあ自己満足の世界でも正直あるんですが、まあ何か皆様にとってこうプラスになることにあれば本当幸いでございます。どうかこれからもお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは今回もこの動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と、そしていいねボタンもよろしくお願いいたします。いいことがあるかもしれませんよって、まあ、脅しはできませんけどもね。さあ、ということでまたこれからも一緒にいろんな経験をしていきましょう。それではまた。